はい、皆さんこんにちは、ロサンゼルスロコユタです。今日私の友人でディズニー大好きのジュリーと一緒に、ある方にですね、日頃の感謝をお伝えに行きたいなと思います。その方はこの世の中にですね、数々の名作と感動を生み出したウォルト・ディズニーです。ウォルト・ディズニーすごい詳しい方からですね、ここからすごい近いところ20分ぐらいのところにある、セメタリー墓地の方にですね、彼が眠っているという情報を聞きまして、もういても立ってもいられなくなってジュリーを今日は誘いました。はい、で彼に感謝を伝えた後は、同じグレンデール内にあってロサンゼルスで一番、古くから創業しているレストランの一つであるサーモンシャンターというステーキハウスで、ディナーを食べたいと思います。ジュリーはそこは行ったことあるの？ある、1回だけでも。あ、そうなのね、なんか私もそれ知らなかったんですけど、日本にいる方だったらガイドブックにも載っているビバリーヒルズにあるラウリーズっていうすっごい有名なステーキハウス、そこ姉妹店になってるみたいで。そうだったんだ。でもサーモンシャンターが一番古いから、ラウリーズがそれの姉妹店って言った方がいいと思うんだけど、今日はもうそれよりも古くから創業しているサーモンシャンターがですね、ウォルト・ディズニーをはじめ彼のイマジネーションがとっても愛したレストランになるので、そこでディナーを食べてみたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。このように広大な土地にたくさんの墓地が広がっています。日本の墓地の姿とは全く違いますね。墓石もこのように地面にお名前と生誕された日、年と亡くなりになった年が書いてあるんで、日本のような縦にこう墓石がなっているっていう感じではないですね。なのでこう一見本当にゴルフ場かのような風景が広がっています。この建物にはマイケル・ジャクソンさんも眠っているので、結構ファンの方も来てました。中には入れないみたいなんですけども、すごい大きな建物でステンドグラスがいっぱい広がっています。いや、もうめちゃくちゃ広くて、何も知らなかったら、いやもう迷いすぎというか、全然ね、調べたら300エーカーあってこの墓地は。それって東京ドーム23個分か4個分ぐらいだったんで、めちゃくちゃ広いところになります。ちょっとリスペクトをして、ちょっとあんまり大声出さないようにします。ふざけちゃいけないからね。こうやってお花を手向けるところがついてるんだ。ボートが眠っているところのこのフリーダムコートというところですね。ここはアメリカの歴史だったりとか、あとは展示物もあるんですけども、ここに入り口のところに大きなジョージ・ワシントンさんの像もありました。ジョージ・ワシントンさんを眺めてこちらに歩いていきます。今日はすごい偶然なことに7月17日ということで、ディズニーランドがオープンした日ですね。今日で55年の、誕生日に、このポートディズニーをお参りすることができてすごい嬉しいです。フリーダムハウスルームの
ちらにあります。ここのガーデンだよね。あ、あったあった。あ、でも入れなくなってるね。ここには行けないんだ。ありました。ここのガーデンに眠ってらっしゃいます。あそこ見えるかな。ミッキーは今も愛されてるよ、みんなに。ありがとね。ありがとねとかすごい軽い。ありがとね。1922年、今は2022年なので今年110年を迎えました。1922年からですね、創業者が家族代々でつながっているお店になります。それでは行ってみましょう。食べるぞプライムリブ。ウォーディスニーによって書かれたラリーさんの創業者の絵になってます。ハロー、1958。すごい、これは75周年記念ですね。ウォートディズニースタジオが、1960年にウォーディスティと、これが多分創業者ですね。あとデザイナーのハリーさんが来たんだ。すごい、そこにうちらいるよ。すごい、これ歴代の制服だ。すごいよね、1920年代だもんね。全部かわいい、ジュリー似合いそうだ。すごい、昔の写真だ。ウォーディズニーと彼らのイマジネーターが大好きだったテーブルを座りたいんで、ちょっと待ちになるんですけど、もうここいるだけでも全然待てるよね。待てる待てる。そう。どうぞ。うん、おいしい。うん、合う。なんかベリーのソースがいい感じに臭みが抜けてる、抜ける感じで、おいしい、すごく。So, this is cheese and チーズとか。すごい。すごいチーズだ。めっちゃおいしそうだけど。うまい、めっちゃうまい。フレッシュカットプライムリブステーキです。なんか薄く切ってあるのも美味しそうだね。そしてこちらが一番人気のティムオーシャンチャーカットということで、めちゃめちゃ大きいね。ちょいちょい大きい。これやっぱ2人で1個でちょうどいいね。いや、あー美味しそう。よし食べよう。 Let's eat。
ちらにタンオリジナルかな。うん。辛すぎた。うん、柔らかい。おいしい。うん。おいしい。おいしい。うん。いいだよ。柔らか。はい、ということでディナー終わりました。もうすごい大きなステーキでめっちゃお腹いっぱいだったんですけれども、2人でシェアが、うん、ちょうどいいかなと思います。今日はやっぱりのウォートディズニーのお墓参ったり、ここの愛用していたあのレストラン、うん、食べてみたけどどうだった味に。いや、特にこのウォルトが座ってたテーブルに座れて、実際に本当にウォルトの写真とか、あの実際イラストとか、壁に飾ってあって、もうオーバーオール見るもん、ね、そう、なんかもうこの22年できたレストランの雰囲気も全部含めてもすごい良かったです。美味しかった。ステーキ あの私の感想としては、もう肉の味をがっつり味わいたいなっていう人にはおすすめだと思います。私はもうちょっとシーズニング、バターとかガーリックとか、ちょっともうちょっとシーズニングが欲しかったんですけども、ここ あのオリジナルのシーズニング、このシーズンソースがすごい美味しかったんで、こちらも使ってぜひこの、うん、美味しいプライムリブのステーキも食べてみてください。まあなんといっても、まあ、ここの席にもしかしたらオートが座ってた、まあ、座ってたのかね。そうだよね。いやいやいや、なんかもうすごい感無量でとっても嬉しい旅になりました。じゃあ今日はありがとう、一緒に来てくれて。 Of course。 はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。 Thank you all. Thank you all. I'm okay. Thank you. Thank you. No water? I'm okay. Thank you. Tequila? Tequila, yes. God.